こんにちは、アリタンこと白石ありさです。今日はじゃ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 ーん、西日本短期大学にやってきました。今日はなんとね、芸能界を目指すメディアプロモーション学科の皆さんにアリタンが、このアリタンが一日先生として授業しちゃいます。やばくない？アリタンが先生になる日が来ました。今日は芸能界を目指す子たちに私なりにいろいろ伝えていきたいと思います。では先生、行ってきます。目で見て肌で感じて
ライブとかステージとか舞台とかを経験してほしいなと思います。挨拶ですね。じゃあもうちょっと出ちゃったのでいきますね。はい、ステージ以外で大事なこと、挨拶、そして楽屋、本番前の過ごし方、コミュニケーション、それこそイベントとか行った時に、ね、さっき言ったステージ、私たちはステージがお仕事なので、ステージに上がる前に、はい、じゃあ行ってきますって言っても誰の愛情もないじゃないですか、ステージ。でも PA さんがいて、照明さんがいて、いろんな人におはようございます、今日よろしくお願いしますっていう一言だけで、本当にみんな気持ちよくできるし、あの実際にこれですね、ライブ会場だったり、イベントの方が言ってたのが、すっごい挨拶が気持ちかったり、その子がコミュニケーションとか取ってくれたら、あ、こういう照明してあげたいなとか、この子のこういうとこもうちょっとステージングなんとかできんかなって、すごい考えてくれてるみたいなんですよね。なので、お客さんだけに愛される芸能人じゃなくて、裏方の人にもきちんと挨拶して愛される芸能人っていうのが、私はすごい自分も目指してるし、大事なことと思います。ネットコメント、誹謗中傷への対応、考え方、今すごい問題じゃないですか。で、もちろん芸能界だけじゃなくて、こういう学校でも誹謗中傷で学校行けなくなったり、いじめがあったり、あのもちろん自殺が増えたりっていう中で、実際に実は私も誹謗中傷をかなりされて、8年間やってきた中で、その生の声をちょっとリアルにお伝えしたいなと思って、やっぱ誹謗中傷って怖いですよね、皆さん。これつぶやきたいと思って、この写真あげたいって言って、例えば写真あげるのにもブスって言われたらどうしようとか、なんか言われたらどうしようって、やっぱ気にしちゃうんですよね、うん、でそういう中で私が実際に経験したのは、やっぱりアンチが出てくるんですよ、まあ、出る杭は打たれるってプラスに考えればいいんですけど、アイドルに入って1年目ぐらいの時は、じゃあラストは短所、コンプレックスをプラスに。特に人前に出るお仕事じゃないですか、芸能界って、うん、だから普通に生活してるよりもやっぱり注目されるし見られるっていうお仕事の中で、コンプレックスがやっぱりすごく足を引っ張るんですよ、芸能活動をしだすと。これプラスにできないかなって考えてみるのも本当に一つの方法だと思います。それがこうやって、ね、人前に言えるようになるとさらに強くなって、あ、この人って多分あの経験があったからコンプレックスをプラスにできてるんだなって、分かる人には絶対見てもらえるので、あんまり悩まなくていいと思います。はい、みんな可愛いしかっこいいし、私が中学校の時に出ていいと思います。ねえ、みたいな。はい、チーズ。あと1回だけいきます。はい、チーズ。ありがとうございます。試合師先生の授業が無事に終わりました。いや、ちょっとびっくり、なんかね、みんなまず一人一人がすっごい素直な志じゃないけど、こう聞いてくれる目が違って、うわー、なんかすごい私もグッとくるなって思ったし、なんか少しでも伝わったらいいなって思って、あと終わった後にみんなが写真撮っていいですかとか、あと一ついいですかとか、もうほとんどの生徒さんが相談とか、こうしたらいいですかとか聞いてくれて、共感もできたし、なんか私も本当に今日この機会があってよかったと思った、なんか頑張りますとか、アイドルもっとなりたいと思いましたとか、なんか本当に言ってくれたのが嬉しくて、もう今感無量みたいな感じも、ああよかったみたいな、まあ、こうやって8年の経験でいろいろ伝えて、もっともっと伝えていきたいなと思いました。それでは無事に白井先生の授業終わります。てん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 